元前の地層から発掘された物体は未だ構成素材からその用途目的まで全く解明できない。さらに興味深い難問がもう一つある。科研三部調査班の報告によると、例の物体と一緒にロボノイドが発掘されたらしい。クリエイトタイプ ID00104。 バカな、期限前ですぞ。しかもここにいるクリエイターと同じ型番、なんかの間違いでは。確かに私もそう思った。だが製造元である我々が発掘したのだ。間違いようがない。理解不能です。やる気あんのか、とっとと調べさせろよ。双子の兄弟なのかな。いいね、それ面白いよ。現在記憶データ解析中だ。分かり次第追って連絡する。それから今日は君たちのテスト最終日だったな。上層部も新型機には期待しておる。頑張ってくれたまえ。親父、気合がありゃテストなんざ必要ねえよ。天外、外の成績はどうなのかね。最低であります。うわあ、これは確かに。サムは人手が足りないんだからクローンを導入すべきですよ。クローンか。技術的にはロボノイドに任せれば簡単に作れるから問題はないが。上層部ですね。まったく何考えてんだが。あ、ところでこいつどうです。意思は全くわからん。ロボノイドの記憶はあと少し。出た。どんな感じですか。こんなことが。コンピューター、最後の方を見せてくれ。この石のような物体ってまさかこいつですか。緊急回線。ロボノイドの記憶で、なんということだ。司令部より異常警報、レベル A が発令されています。レベル A って最高ランクでしょ。やばいんでしょ。必要。状況を報告しろ。正体不明の飛行物体に包囲されています。よし、後方1200まで接近。パイロット確認は別名あるまで戦闘配信して待機。了解。西暦2520年7月14日、この日、世界は消滅した。我々4人と一体のロボノイドを残して。
やはり来たな。そんじゃまあ、一丁やりますか。やっぱ戦うの。やってやるぜ、おやつの敵。あ、また行っちゃったよ。艦長、出るぜ。西暦2521年7月13日、あれから1年が経とうとしている。船のエネルギー、食料が底をつき始めたが、我々は矢をなしに地上へ降りなければならなく、この宇宙巡洋艦テトラが新型戦闘機3機を搭載していると、今回の機関が大きな賭けであるのに違いない。正面からの戦闘はできる限り避けねばならないのだ。
司令部が攻撃を受けています。親父、待ってろ、今俺が行くぜ。あ、行っちゃったよ。またんか、こら。バカ。艦長、現在西暦2520年7月10日、話は1年前に遡る。異常警報レベル A の発令から全人類消滅の瞬間に至る。全ての原因は紀元前の地層から発掘されたあの石のような物体であることがまず間違いない。調査していた火剣三兵一体何が起こったのか、奴らの目的は何なの。
戦闘データは記録維持、加えて司令部上空にいる高エネルギー物体のデータを分析して。了解。
やらそうではないようだが。その通りです。こいつもデブリか。
くのですか？俺たちは勝てねえのかな。最後の最後まで諦めるな。天涯艦長の最後の言葉です。艦長、そう言ったの？私にはそう聞こえたような気がしました。やれやれ、しゃあねえな。行くか。素直じゃないのね。先ほどシレイムの記憶データを見ました。お願いがあるのですが。何？
この世に生まれし第11の息子。諦めないで。愚かなように魂を失う。人よ立ち上がれ。この大地は神が我々に与えしものなのだ。正気なのか。何をする。自分の欲望が分かってるのか。そしていつも。この我が大地を見るぜ。これから人を中心とした政治が必要なのだよ。我々はもう一度考え直すべきです。何やさきが不安がっているはずだ。俺の夢はこの宇宙の中に。私のことを愛してる。これは初めから決まっていたこと。そう、幾度となく繰り返されていること。残された私にできることは再び人類を再生させること。そう、幾度となく繰り返されていること。私は彼らと別れる時にもらった髪の毛からクローンを作る。彼らを生き延びさせるために、あの石のような物体はこの地球を守るもの。あれはこの地球そのもの。そしてすべてを導くもの。長い時間をかけて再び人類は発展していくだろう。そしていつの日にか人類がこのことに気がつき、同じ過ちを繰り返さないように祈る。Thank you.